皆さんこんにちは。この番組はご存知ジャズシンガーの綾戸知恵とその名も知らぬ私音楽プロデューサーの大谷でお送りする綾戸知恵のババ放談です。音楽の魅力から日常のちょっとした面白話まで何でもありのトークを繰り広げています。毎週火曜日の夕方5時頃に新しいエピソードを配信しています。と先週も言ったんですけど、先週に引き続き今回はまた随分遅くなってしまいました。すいません。これはね、綾戸さんになんか問題があったとか忙しかったとかそういうわけではなくて、全て私大谷の事情によるところによります。大変申し訳ありません。さてお待たせしました。今回はね結構いい話ですよ。そうするといつもの話はどんな話かって、まあ雑談かな。どうぞお聞きください。まあでもそのなんていうかな、こう考えることって楽しいよね。あ、確かにね。それも難しいことじゃないやん、簡単なことやから。まあそうね、自分の昔話はなかなかちょっといろいろ思いますよね。小さくても大きくてもいいね。私の年になると大きい昔話になるけど、ほら若いティーネイジャーでも、あ、まあ、去年こんなやったなっていうだけでも、そうですね。若い時にね、おんこ自身ってこういうことじゃない。あ、なるほど。そんなに漢字4文字にするとさ、まあ大層な感じですね。なんか歴史よしって言うけど別に家康のこと全部知ってるからって、まあ、あんまり人生に知らないよりはいいけどね。でも自分が知りたいと思ったことがね、知る時の方がよくって、で、それよりもやっぱ去年クリスマスかって考えたら自分の年しかないんやろ。ああそうですね、それはそうですよ。ね、500回もクリスマスできる人いないね。いないですね。毎年1回やから。毎年1回ですからね。そう、となると自分の年齢の数しかない。そのうち自分の意識がしっかりしてこんなことやって言いたい年齢って20年か30年ほどしかない。確かに。そしたら一個ずつ覚えてるとは言わないけど、少し前のことぐらいは、ああ去年この人とクリスマスやったなとかぐらいは、それが思うことによって恩子自身で次を生む自分の見直し。僕は毎回クリスマス一人だな、女の子に会ってクリスマスまで持たないんだよなとか、あとなんでかな、クリスマスに別れるなとかで、なんでかな、クリスマスでハッピーだなってっていう人もいるでしょうね。僕はクリスマスパーティーするのが上手なんだろうなとかね。あ、なるほどね。なんかそんな気づきだけでも、この時期に自分がどんなことをしてるって思うだけでも、そうですね。いや、そう、本当そうですね。ちっちゃいことやけど、私は去年このピーマンの頃にそろそろ桃やなとかね。あ、でこれ終わると新米やけど今年はないけどお米どうやろうなとか。あ、お米どうでしょうね。そんな毎回繰り返しやね。もう、まあ確かにそんなに人間ってこう意義のあるっていう日々を追わなくても、繰り返しを追っていくうちに渦巻きのように大きな自分に登っていけるから。なるほどね。トルネードのようにね、高いところへ行けるから、一挙にピューって直線上がろうとするとこれもしてあれもして努力してってなるけど、直行すると直下するから。おお、いい言葉ですね。直行すると直下すると思うんや。だからこう渦を巻きながらね、ゆっくりとトンボみたいに、おいおいおいって見ながら、去年こうやったなって、で知らないうちに10年経って、おこんなとこまで来れた。ああ、なるほど。いや、気楽っていう言い方は合うかどうか分からんけど、うん、なるべく自分にやっぱりパツパツに生きないっていう方が負荷かけるよね。どっかにパツパツにやってるとね、負荷かけるの好きな人もいますからね。好きなのかどうなのか切れたら困るから。あ、切れたら困るね。切れちゃう人も少なくないですよね今ね。一人ならいいけどね、家族も友達もいるし、そうですよね、スタッフもいるし、切れちゃったはないなと。一人で切れちゃうとちょっと危ないかもしれないけど、ね、そうね。だやっぱりいい足かせにも追い風向かい風にもなるっていう世間があったから。うん、そうなんですね。いやでも本当そうですね。今ね、大好きな大河が見れたり、K-POP が聴けたりか、私好きな歌舞伎やら浄瑠璃が見れたりとか、そんなことなかったし、自分が忙しく仕事してるときやっぱ省かないかんもんがあるから省いててんけど。まあそうですね、24時間しかないからね。そう、私なんかドラマで最近面白いなと思うのがあって、沢口靖子さんの出てる、なんか警察のドラマがあんねん。あの科捜研、あ、そうそう、科捜研、ね、で音楽担当者が好きな人だったから、
曲作る人がガンダムの曲作ってる。ああそうですか。川地さんとか言うかな、なんか、あ、うん、なんとか言う人やね。あ、あのアスラの出てくる時と一緒の曲やと思ってじゃーんとかじゃーんじゃーん。ああそこ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 、ね、ガンダムと同じ曲やと思う。ガンダム同じなんだね。同じ人やねんなってなんかできてる紙を見て、あ、同じ名前やとか思ってそこまでゆとりができる聞く、ドラマ見ててね、今、うん、ご近所ともテレビの話したり、あ、楽しいよだからその場その場をじゃあ恵比寿にいるよりも全然いいですね。そう、そういえば自分のね、その立ってるところが波乗りと一緒で、うん、今ここやねんなって分かるだけでいいんじゃないかな。今パイプラインに入ってるとか、うん、今行きしたらあかん、危ないとかね、うん、ここは慎重にとか、うん、ああなるほど、うん、本当に波乗りみたいにね、うんうん、今ビッグウェブで次来るかもしれん、準備しようとか、そういう楽しみはあるけど、うん、常にもう上り上り上りって上ってる感覚は、うん、うん、だから急激に私はあのコンサートとか登った時に反対に こればっかり考えてると降りる方が分からなくなるから。ああ、よく言ってますよね、あやさんね、そうやってね、うん、ずっと言ってた、うんうん、だからちゃんと降りれるように登ろうと思った。うん、よく言ってますよね、うん、降りることを考えないでね、登るっていうのはいけないと思ってたから。あ、なかなかやっぱり企業みたいな会社になると、うん、そういうわけにもいかないんでしょうね。ああ、そうか、会社の社長さんはずっと登り続けるんだって言ってましたけどね。うん、ずっと降り続けてましたけど。そう、まあ、残念ながら、ね、いや、いなくなっちゃったじゃない私のデビューした会社みんないな、まあ、そういうことなんですえ、私がデビューした時の会社は跡形もないじゃない。跡形もないですね。跡形もないです。でも今自分であの時のおかげで、やっぱり自分でこうスタッフを集めていくつかできるようになったっていうのは、うん、うん、まあそうですね、よかったなと思って。で、まあ、うん、そうですね、何も残ってない何も残ってないな。そうよ、うん、会社はでもやっぱりこう前へ上へ上へって感じなんだろうな。だからやっぱりさっきの話に戻っても売り上げを伸ばして右肩上がり、うん、右肩上がりっていうのがやっぱりこうスタイルなんじゃないですか、ね、使命なんじゃない、ま、宿命なんじゃない。これいつ放送するのか知らないけど、やっぱり一かは語らなきゃなんないと思って、まあ、本にちゃんとしようとか思ってるけど、若い人の参考になればなと思って、その人の人生の話ってあの多少ためになることがあると思うんでね、そのぐらいしか私はためになることをね、エジソンみたいに機械作ってないからできないんだけどあれだけガヤガヤ周りが動いた時もやっぱり自分は歩いてる地面だけは見ながら歩こうと思ってたから、自分は、ね、今こうやってゆったりと暮らしてられるんだろうなって思うんよ。うん、ちょうどデビューして20年ぐらい、うんうん、27、28年の頃、はいはい、ちょっと寂しかったね、はい、会社が大きくなってなんか一緒にやろうよっていうムードがなかったんで、そうですね、ちょっと私たち的には悲しかったかな。そうだと思います。うん、辛かった、でもそれを気づいてたんならかなり辛かったと思います多分、うんうん、でもこれがまあプロやってみんなが言うから、うんうん、あ、そうですか。そう言われたよ周りには。あ、そうですか。プロになるとねこうなるんだよとか。あ、そうですか。言われたんで、でも寂しいな、一緒に会社をこうやってやってきたのになと思って。あ、そうですよね。そしたら3年も経たないうちにあんなことになったね。まあそうですね。だから私は息してられたけど早く脱出したから。うん、でもそれ考えるとね、運だけではない、やっぱり知もいるなと。あ、経験もね、経験とね。うん、さっきからそこでね、あれが栗がなってるのが見えて、そう、そろそろなの。いや、青としたあの、なんつうんですか、あれが、イガが、あの、ええことと悪いこと両方あんねん、これでも。栗がね、なるでしょ。うん、秋に美味しいもんできんねん。うん、で隣のおじちゃんがおそばけくれんねん。あ、それまでこの落ちる葉っぱを毎朝掃除せなあかんねん。なるほど。そのうっとこの灰に飛んできたりするからね。これ自然の摂理だから。で最初は憂鬱やってんけど、うん、こうやればいいんだってだんだん分かってきて、うん、毎日履くことはないんだ、うん、あ、それもね、こういうふうにとか、うん、であのこういうふうに処分してもらうために、うん、ドラム缶を買ってきて焼いたりとかあ、なるほどで焼くときもったいないから中に芋を入れればいいんだとか。あ、へえ、焼き芋とかやるんですね。そうそう、
だと楽しくなって、焼き芋って昔やったけど今やったら全部燃えちゃいそうだなあ。でも違うものも焼いたら美味しいよ。あ、そうですよね。銀紙に入れて焼いたりして ね、うんうん、だからそんなこともだんだんと、うん、なんか変わっていく、うん、こっちに来て5、6年ぐらいになるかな、うん、そうですね。意外にまだ時間経ってないんですよね。そう、うん、まあ、これもう10年ぐらいいいのかなっていう感じだったんだけど、この間写真出てきてこう作ってるところで、うん、意外にそうやで、まだ5、6年あれ、そう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 。あ、そっか。これができるまで息子は、ね、駅の近くのアパートに仮住まいして、 できる前に、まあ、ずっと様子見てたり。あ、そうです、そうでしたっけね。そう、専門学校に帰ってるからね。あ、専門学校ね、うん、私はまだ仕事がガンガンあった頃やったから、うん、東京にいたし、それは回ってましたから、東京にいましたからね、うんうんうん、でも皆さんにやっぱ若い人に伝えたいのは音楽のことももちろんやけど、うん、こんなことがあってねっていう、その案外みんなが想像する以上のでことわざにぴったりはまりそうな現実が。ことわざ、うん、どんなことわざですか。うん、それこそしょうもないことわざ、もう犬も歩けば棒に当たるとかもうカルタでしか見たことのないようなことが現実にあるわけよね。別にこうなろうと思ってたわけじゃないや私。だって私も歩いてただけやん、まあ、まあそうですね。当たったんや棒に。お声がかかってね。そう、でとりあえずやってみようかと。棒に当たるって当たったら、うん、今度はどうするかっていうのが、うん、ここからがそのことわざやね。あ、犬も当たるやん誰でも、うん、当たるぐらいのこと誰でもあるね、うん、それをどう主役していくかとかさ、うん、逃れるかとかさ、うん、それをやったんだろうな。あ、その間にもやっぱりね、実のなる稲穂は神戸を打たれるとかいろんな言葉がなるほど、いろいろこう出てくるわけですね。そう、こうなんつ暮らしていくとっていうか、そう、ね、それ見えるのが面白くて、あ、まんざら、あ、こういう、ね、友遠方夜来たるありっていうのは、友達が遠くから来るんではなく、ずっと昔から思ってた、思い馳せてたことが現実になるとか、しぺ返しとかいろんな考え方で何でもでもできるやん。確かにそうですね、うん、だって作ったおじさんたちみんなもう昇天してるから聞くこともないし、まあ、ある程度の解釈は学術的にあるやろうけど、うんうん、それかってやっぱり他の人が書い、うんうん、文献を見て書いたことだから。まあそうですね、まあ他人の意見ですよね。そう、うん、いやーちゃうねん言うてね、修士学の先生が実はこんなことあってな言うて言うかもしれんあ、そうですよね、わかんないですよね、うん、実際のところね、うんうんうん、だから自分なりにそのことわざとか熟語とかを、うん、で歩いていくことによって体験することによってこれちゃうかって思いながら、とも遠方よりっていうのはやっぱり、なるほど、うん、なんぼでも考え方、自分の考えが来るのかもともって、昔 の友達が来るだけでは済まないよ、うんうん、まあそりゃそうですよね、うん、そんなそう、そんな深みのないことね、うん、絶対ないはずや、うん、何かそれを感じるような、うん、あった時にことわざっていう威力が出るんだな、うん、知っててテストで丸もらうことだけが威力ではないなと、実際自分の人生にあったりすると、うーん、なんかそれも面白いですね、うん、バイソンが川当たるとき 2匹ぐらいが流れんねん、うん、あ、そうなんですね、うん、あれを見たときに弱肉強食だけの言葉で片付けていいのかな、あ、自分が流れることもあるし、自分が流れたおかげで助かるときもあるんだなとかね、う思う。私はその時に死んでしまうバイソンだったのか、その時におかげで助かったバイソンなのか、と行動を改めるよね。あ、賢明ですね。え、バイソンは何も言わないけどね。バイソンは何も言わないです、うん、ただボーボー言って川を渡るわけだけどさそうですね、まあ、バイソンは言わないわ、うん、言ったら面白いけど、でもたくさんのバイソンがね、ボーボー渡る時に1匹2匹が流されちゃったね。流される時に流されたバイソンを見て、バイソンは感じるのかなとか知らないのかなとかいろんなことをね、ただ動物の話を見てるだけやのにさ、いろいろ考えるのね。そう、だから好きですね、やっぱりね。だからね、どんな映画見てもね、うん、ね、映画見てる時と変わんないですよね、今ね、いただき物して帰ってくるのはそこやと思うね。絶対ただで帰れへんやん。うん、そうね、うん、映画見て終わりましたのないねん。うん、映画のここをちょっといただいてきましたっていうのが絶対。それは意識的なんですか、無意識なんですか。癖。あ、癖なのね、うん、なんとなくそうなんだよね。なんかそう
この間も帰って映画見たいと思ったんだけど、うん、必ず何か見つけて帰るみたいだけど、うん、林さんがね映画を見て、ね、多いねその見つける観点が。それは見つけようと思ってるのか見つかっちゃうのか、いや自然と見つかっちゃうよく分かんないなと思った。自然と残ってくる、まあ、癖なんでしょうね。癖や、うん、癖というのが一番合ってるやろね。うん、まあ、癖なんだよね。ついついこうパッと鼻の穴に手を入れるみたいなついつい耳の穴に指入れるとかそれと一緒なんだね。そう、ついついネクタイ触っちゃうとか あるじゃない。うん、ついつい見つけてきちゃうね。うん、だからそのこの前の映画であなたとちょっと最初の頃に話したけど、あこのシーンだな綾戸さん言ってたのとか思うこともあるやろうし、反対に ね、 思いましたね。あの私は言ってなかったけど俺はこのシーンちょっと好きだなとかいうのも出てきたりして、うん、それぞれの生きてきた人生が歩みが違うから、うん、一つの映画を見たって、うん、見た人だけの数の感想があるわけよ。そうですね、うん、ただ一個言えるのは見てない人には語れないってこと。うん、なるほど、その通りです。これ配給会社が喜ぶやろうな喜んでました。そうかな、多分、うん、この間もちょっと目があっただけですごいにっこりされたんだけど、めっちゃ喜ばれてるんだなと思って、うん、いや恐縮しましたけど僕は。やっぱり映画の作品はねさ名監督もいるし、いろいろあるよ。お金こんだけかけたとか、もうゲストにすごい、うんうん、ね、もう俳優がゲストに入れてくれたとか、ね、いろいろあるよ、うん、でも見る人がどう見るかが一番大事なことだから。あ、そうですね、うんうん、私はやっぱり見るたんびにお立ちんをいただいたような、うん、そうですね、感覚。まあ、きっと監督もそこを知りたいんでしょうね。そこが知りたいっていうのは、うん、まあ、興行の何ですか、興行成績ももちろん良ければいいんだろうけど、見た人がねみんなどう思ってるのかって知りたいでしょうね。私ってすぐに監督に英語通じたからよかった、うん、オーストリアの人やけど、ハローって言ったらちゃんと英語だけだから、うん、あのじゃあこれ直接喋れると思って、うん、で言った時にこの映画ね、もう大不安でね、うん、あの体を離れた腕がね、ただの肉片になったり、うん、心がどういうふうに人間に一番大事なのかとか、うん、山の男やけど私みたいに歌うただのおばはんが、うん、こんなに山の男に人生を教えられるなんて、山登りもしたことないのに、うん、ある人生ってタイトルがいいって言ったの、うん、だから、うん、あるっていうのがいい、偶然のね、うん、ある人生、うん、決めたいところがいい、うん、日本にも偉人がたくさんいてね、うん、豊臣秀吉とかの人生もあるし、今をやってる、うん、紫式部もいろんなことを人生、うん、偉人のことはあるけど、うん、忘れられるようなただの、うん、一人のおっさんのことを書くってあんなに響くんだと思った、うん、って言ったら、うんうんうん、もう後ろにいた奥さんと娘がはーって出てきて嬉しかったんかな。あ、いや嬉しかったですか。私はご主人の反応がわからないんで普段の、うん、あ、そうか、だからご主人が喜んでるのを見て嬉しかったのかして、うん、はーって私に近寄ってきたの、うんうんうん、娘なんかもうこのおばはん何もんやみたいな感じで初対面であんだけ喋るからよ。あ、そうでしょうね。挨拶もなく、挨拶もなくね、初めましてとかないのにこの映画はって言い出したからもう娘が単刀直入やなってなもんなんだろうと驚いたでしょうね、うん、なんだこの勢いは、うん、しかもそう、その勢いに驚いたでしょうね。いきなり吹いてるやんけいう感じそれであの監督とたった5分ほどの話だったけど、うん、1時間ぐらい喋ったぐらい喋れて、あ、よかったですね。でもね、うん、でもしかしたらそれがあったから映画が終わってあのトークが舞台挨拶があったじゃないですか、うん、その冒頭で、うん、皆さんの話がいっぱい聞きたいですって言ったじゃないですか。あ、言ったね彼ね。あれはそこで触発されて解放されていったのかなって今思いましたね。そうやった、嬉しいな多分ね、うんうん、あれ前さんのその意見聞いて他の人はどう思うんだろうってやっぱすごい知りたくなったんじゃないのかな、うん、もしかしたらね、うん、あそこでいきなりあれを言ったんでね、うん、おって思ったね。あ、もう意見聞いてるからだよ私に前もって、あ、いろんな意見聞きたいのかなってね、うんうん、ですごい褒められてるわけだから嬉しかっただろうし、うんうん、いや山男やったら山男が見るでなくね、うん、いろんな仕事の人の人生を映画っていうのは、うん、2時間足らずで見れるなんて、うん、こんな幸せなことはないって言ったらもうすごく喜んだね、うん、あ、そうですか、うん、だから作ったメイキングの話とか一生懸命目輝かして監督喋ってたよね。うん、やっぱ作る側の努力っていうのはあの全て私らにはもう消化された後にしかないから、うん、また努力が
バンバン出るような映画じゃダメだしね。うん、まあそうですね。ああそうなのか、ああそうなのかって見た人もみんな思ってたよね。やっぱこんな工夫をしたんだなって後になってね。まあね、いや確かにね、人生観としては山であろうが海であろうが地面であろうが、命がどうやって生まれてどうやって消えていくっていう一つの話、共通点あるはずよ。そうですね、どういう人が関わってとか、こんなこと自分も言われたな、そういえばとか、そういうものを常に見ながら映画見るから、ありがたいことに映画会社から、あんなへんてこな分野のに毎回オーダーが私に向こうさんから来るっていうのは、そうですね、まあちゃんとした分ではないよ私のは。そうですね、私のコメント、まあ、ちゃんとしてないこともないとは思うんですけどね、まあ、他と違うっていうだけですね。皆さんちゃんと常識を踏まえたご意見がある中で、そうですね、私のなんか何歳児かわからない、たまに幼稚園みたい、たまにおばさんみたい、確かにそれは言える、なんか年齢がわからないでしょ、男女もわからないでしょ、まあそうですね、とっさに思ったことやから、そうですね、だからあんなご意見を未だに私に見てほしいって映画会社が持ってきてくれはるいうことは、やっぱりまあ私なんだろうなって思って見てるんだけどね。ただ本当にね、あのどんな映画にも何かあるね、さすが、さすがに、たまにしかないわ、何もない映画って。たまにはあるってことですね。 あるね。でももしかしたら何もないっていうことを言いたかったんかなって、反対深読みしてね、深読みしすぎて、なるほどね、まああるでしょうね、たまにしかでもな、こんなもんやねって言って監督は言いたかったんかなって思ったりもする、映画もすごく少ないよ。あるよね。すごい大変ですよね。この間の映画だって、まあ時間かかってるだろうなって見てないと思いましたからね。撮るのにね。でもああいう、まあ、ある種地味な映画じゃないですか。興行成績とか考えて、そんな時間かけて作って大丈夫なもんなんだろうかって変だと思ってしまったよね。そこ。それがやっぱり、メイキングする人のお金を考えたり計算したりする。いや大変だろうな。感覚の違いやろうと思う ね、 なんか役者の体作りに1年かけましたとか言われちゃうと、その役者には1年間ギャラを払うんだろうかとか考えちゃうんだよね余計なこと考えちゃうんだよ、そう、どうなってるんだろう、その間他の仕事しないのかなとかね。いやでもその役者はさ、役を渡されて、それをやろうとする1年間は何の無駄もないやん。いや無駄は絶対ないですね、ね、いくらかかろうが、そんなことを映画の配役が来ない限りはしないから、いいチャンスやよね、自分を。いやすごいチャンス、あれはすごいチャンスじゃないですかね。だから大変ですねっていうインタビューの人も分かるけど、そのチャンスやね、役者は。いやチャンスですよね、体作りをするっていう、そんなとこからやってね、ああいう役をやるっていうのは。いや私前あの映画で500円ハゲを作らなあかんシーンがあって、手術するとこで、で、社長が、レコード会社の社長が、コンサートがあるからハゲは困るって言われて、隠れるよ、いやでも風が吹いたり動いたりした時に、ハゲが出ちゃうと困るから、で、ええやん描いたらマジックで黒いのって、で、私は実感してみたい、こんなチャンスないから、脳外科に行く、生きて帰ってくるかどうかっていうような経験を一回もしたことないから、映画でも経験してみたい言って、で剃ったんや、と監督がニヤッと笑って、ありがとうございますって言うから、あんたにありがとう言われる筋合いない、こんなことできるチャンスなんて普段こんな役けへんかったらないもんって言ったんよ、あんたにありがとうはないわって、もうこっちこそこのチャンスもらって、初めて500円ハゲをやった時にやっぱり治らなあかんって気持ちになったもんなって、ハゲ作ったからじゃなくそれだけのことを今からすんねんと、もう私のりしろつけてもあの500円やなくもうバーンともう金メダルぐらいの作ってもええでってシートしやすいようにって言ったんや、ちょっとでも消えない方がええがなってシートしやすいように何者が間違わんように金メダルぐらい大きいの作ってもええと思ってんけど、なるほど、言うと監督に言うと、僕も綾戸さんによってシーツを受けるその気持ちがリアルに分かりますね
何やった想像で書いてんのかよと言いながらなんか監督とお笑い話したのを覚えてる、いい話ですね、うん、でも本当にその作った途端にね、うん、ふってこうせえへんのにし、うんうん、するんだ気になるね。